腰痛っていうと突然なる場合ももちろんあるんですけど、日常生活の動作姿勢が悪くて積み重なってドンと出るということが非常に多い。前回座り方に関してお話したと思います、はい。まあ、人間っていうのはだいたい座ってるか立ってるか歩いてるか寝てるかなんですよ。でその中の動いてるっていう意味では歩きっていうのは結構重要なポイントになると思うんで、皆さん興味のダイエットのためとかですね、あと血糖値を下げるためとか、なんかいろいろあると思うんですけど、今回は腰のための歩き方っていうことをちょっと焦点を絞ってですね、はい、お話していきたいと思います、はい。これ動作分析っていうんですけど、一回ちょっとケイちゃんですね、はい、普通でいいです、はい、普通に歩いていただけますでしょうか。歩きます、はい、はい、普通に。もう一回いきますよ、はい、と分析を少しおこがましいんですけどさせていただきたいと思います。本来姿勢っていうのはですね、まあ、人間なかなかぴったりいつも正しい方はいらっしゃらないんですけど、癖っていうのはどうしても出るんですね、うん、こういう、まあ、ちょっと首と腰がこういうふうにとカーブがあるんです、うん、はい。ケイちゃんも正常な部類だとは思うんですけど、強いて言わせてもらうと首がやや前に行く傾向があります。するとこの肩甲骨の部分が少しこう丸くなるんですね。そうなっちゃう、気持ちそうですね、うん、で人間って前かがみになっていくと右か左に倒れるんです。ケイちゃんは多分カメラでも映ってると思うんですけど若干左に寄るんです。で多分無意識だと思うんです、ね、はい。で手の振りはちょっと両方ともちょっとおとなしい感じで、してらっしゃるかなと思います。だからこのまま放っておくとどんどんこっちに極端に言うとこう倒れてきて首の症状、左肩とかですね、あとは左の腰とか座骨神経痛とか、左の膝もいずれ曲がってくる可能性、はい、だからできるだけ姿勢を正して歩くっていうことがすごく重要になります。ポイントとしては、まあ、顎をですね、ぐっと引いていただく。そして肩をできるだけ開く。で、腰が反るぐらいな感じです。まあ、ケイちゃんはまあまあ反ってる方なんで、3対7ぐらいの感じで重心、後ろに行ってください。はい、そして、次のポイントが重要なんですけど、今、ケイちゃんはこうやって比較的おとなしく歩いていらっしゃったんですけど、まあ、ウォーキングの時はね、ちょっとね、腕をしっかり動かした方がいいですね。その練習として、足をちょっと広げていただきます。はい、足を広げていただいて、普段こう歩く人って、こう背骨をあんまり動かさず、手だけをこう動かすんですけど、できれば体をちょっとねじるといいんです。で、その歩き方、足をちょっと開いていただいて、はい、こう、肘を引くんですね。なるほど。顔はまっすぐのままでいいです。1、2、1、2、そうですね、はい、笑顔ですね。姿勢が悪くなってくると、うん、背骨って拘縮ってちょっと難しいことで、はい、固まってきちゃうんです。で固まってくると重心がこう右とか左にこう固まってきちゃうんで、重心がいつも体重乗ってそっちの椎間板等がやられてきちゃうんですね。で腹筋背筋鍛えても結果的にいつも力入れっぱなしにならないので、どうしても壊れてきちゃうんですね。できるだけ姿勢を正していただいて背骨の拘縮っていうのを外してもらいたいんです、はい、すると寝返りもちゃんと打てるようになるし寝たきりにもなりづらいですね。寝たきりになる方っていうのは実は筋肉が落ちるからじゃなくて背骨が固まってきちゃうとこうやって起き上がれなくなる。まずはこの背骨の拘縮、それを防ぐことが重要なので、先ほどのようにですね、でもう一回いきます、はい、顎を引いてもう一回肩を開きましょう、はい、で腰反らしていただいて、はい、ゆっくり前にする。このままこうこうこうそ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 うです、はい、ちょっとね前の人に変な人だなって思われるぐらいがちょうどいいです、はい、恥ずかしかったらサングラスかけて歩いてください。こうして
動くとね、広背筋とかいろんな筋肉をね 100% 動かして歩くので、ダイエットにもつながりやすいんですね。10分でもいいからいい体勢で動いていただきたいと思います、はい、腰痛の人は歩かないことが多いんですね、ついつい全部こう蓄えて済ましちゃったりとか、パソコンとかスマホで決めないで、ものを見て頼んで、ぜひそういう意識を持たれたらいいと思います、はい、まあ、人間、はい、まあ、動くもの、動物って書きますけど、動いてないと生命力を維持できないですね。腰痛だけの話をしましたけど、まあ、内臓も全て関係するので、私ももう動くのは面倒くさいなって思う時があるんですけど、ぜひちょっとでもいいから動いていただければと思います。はい、わかります、思います。じゃあ皆様意識して動いてみてください。またお会いしましょう。